明るいな BGM。 地球滅亡60枚、タイトルと BGM が待ってない。こんにちは、シュウです。今回は今話題じゃないこのゲームやっていこうかなと思います。スタートオプションアナウンサー編、アナウンサー編がよくわかんないんで、まあ、とりあえず普通の一般モードのスタートやっていこうかなと思います。お、この人かな、アナウンサー。緊急速報です。地球に巨大な隕石が近づいてきています。まもなく地球に衝突し、地球は滅びます。隕石が地球に衝突するまでの時間は残りあと60秒です。ん ?60 秒、20年もかけてやっと今日アナウンサーになれたのに、マジかよ。もう放送なんかどうでもいい。うわうわ、お前らみんな死んじゃえ。うわ、こいつ地球助かった時もう逮捕だね、刑務所だね。お、主人公の岩崎の家だって。何、地球が滅ぶ、おいマジかよ。あとたった60秒しかない。どうせ死ぬなら好き放題やってしまうか。岩崎どうしよう、リアルこんな時あったら、いや YouTube 生放送しようかな。こうなったらみんなスパチャしてみたいな。みんな終わるから頼むって言って、でなんとか無事その地球が助かった世界線で私は大金持ちになるっていうね。オッケー、あと少ししがないが、この時間だけも欲望のままに。でも人に迷惑を、クソ。でもみんな何する、起きた私。遊び方って、あ、右暴力で中もあるんだね。とりあえずどっちだ、あ、ワンちゃんいる、中しよう。おお、おいでおいで、行くよ。うわ、かわいいワンちゃん、こっちかな。チャーシューパンチ、チャーシューパンチ、チャーシューパンチ、チャー、はい、私もうね残り時間ないんだもんね。あ、上時間出てんじゃん。あ、こっち合ってる。はい、恋人には厳しい私。うわ、あいつあいつやばす、やばすぎ、やばすぎ、逃げよう逃げよう逃げよう。ワンちゃんついてきてる、かわいい。これ何すればゴールなんだろう。いや、いて、うわ、あー、じゃあワンちゃんってこいつやばい。みんなこの人防御力高い、いい、2人で殴ろうぜこいつ。あ、チューすればいいんじゃない。私のチュー、はい。吐血付きだよ。くそ、こいつどうやってどけるの。え、こっちじゃないってことかな。ワンちゃん行くよ。え、やばい、時間ない時間ない、スパチャみんなして、スパチャスパチャ。あ、このレディにチューしてないからとか、あー、なんだろう、分かんなかった。何すればクリアだったんだ。あ、お、地球と共に僕は死んでしまった、いい人生だった。あ、天国みたいな、ドラゴンボールの真っ白な風景。ここはどこ、天国。お疲れ様でした、目を開けてください。ん、ここは VR 性格テスト終了でございます、お疲れ様でした。お、性格テスト、地球は滅びたんじゃん。そうです、この研究所の最新設備で行われている VR 性格テストはまるで映画マトリックスのような仮想の世界を体験。え、私これめっちゃ性格いいんじゃない。犬、犬連れて好感度爆上がりだったんじゃない。このテストで人の行動を分析し、人の本性を確かめることができます。うん、実はご家族の方も一緒に内容をご覧になられて。え、すごい、私これ好感度高いんじゃない。家族は、おう、波平みたいな髪のやついるな。あ、見てたんだね。あ、テレビ私の画面になってる。お袋、僕の彼女ジション、ん、彼女ジション、そして僕の甥っ子は甥っ子なんだ、この波平スタイル。これは一体、あんたがこんな人だなんて知らなかったわ。人間失格の、なんで、なんで、私すごい犬、犬と遊んでたけど、あんなに幸せな顔で人を殺してどうかしてんじゃない。一人も殺してないけどね。何を見てるの君たちは。今日で別れよう。え、なんでそういうこと言うの。もし、あ、おじさん人を殺すってそんなに楽しい、だから殺してないって。僕大人になったらおじさんのような立派な殺人魔になりたい。やばすぎ、将来無謀じゃん。有謀の反対ね、将来無謀じゃん。うわ、おいっ子やだ。え、なんで、え、これもう一回やろうよ。エンディングリストに殺人魔が追加されました。なんだ殺人魔って。お、エンディングリスト一回、もう一回スタートしてみよう。これスキップするよ。これ左が正解とかあるかな、私さっき右行ってたもんね。ちょ、左行ってみよう。あれ、左、あ、いける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 、あ、左もいけるいけるいける、ちょ、一番左まで行ってこう。お、くそ、これも中じゃない。いや、これ多分左は通れないんだわ。
右も行けなかったよね。じゃあこれやるか。エンディングリストの殺人魔、あ、ヒントある。ざっとプレイすると出てくるエンディング、みんな分かった？これ何かするたびにエンディングが違うんだ。これ気づいちゃった。ただここで人を誰も、これで60秒放置してみようか。さあ残り1秒。これ性格良すぎでしょ。そうだよね、これさっきと同じだよね。 VR これ多分あれだね、おいっ子とジヒョンとなんだっけお母さんお袋の反応が違うんだろうね。さあ見せてくれみんなの行動を。あ、来たよ。さあどんなお袋、彼女まで。これはやっぱり私の息子だね。人様に迷惑かけずに済んで本当に良かったわ。私もほっとしたわ。あと60秒しかないのに何もできるわけないじゃん。確かにね、人に迷惑かけないでじっとしてるのがベストだよ。本当あなたの彼女で良かったわ。あ、甥っ子は？やばすぎ。あれ、甥っ子は？殺人鬼。甥っ子出てこないんだ。起きた、甥っ子。すまんない。うわ、やめて。何それ、動画的にってこと？甥っ子え。甥っ子え。あ、エンディングリストにスタンバイが追加されました。なるほどね。まだあったな。お、見てみんな、エンディングリスト。英雄とかある。これ地球救うパターンもあるんじゃない？うわ、地球救ってみてあるな、これ。英雄になりたいんだけど、私。お、お、通ると、え？これ英雄への道なんじゃない？え、これみんなの英雄、こう、これ。お、これ地球救ってみたら絶対。今日のタイトル、なんでこれ？隕石に到着したのかな？今日のタイトル、地球救ってみたいになる。え、これみんなのリアクション気になるな。これどうなっちゃうの？これ自分だけ一人逃げたみたいな感じ？さあ、これお一個詰まるでしょ。どう？お一個の反応。あんた欲求不満なの？今まで見たこともないし、あつな顔してあんなに女子にハレンチなことして。おじさん、女と中さんになって。よし、じゃあみんな大好きアナウンサー編やるか。有料か。いや、みんな物心ついたら買ってたわ。オッケー。なんでこれ、すごい面白いんじゃない？有料。これさっき裸になってた人だよね。緊急速報です。 NASA は地球に巨大な隕石が近づいていることを発表しました。まもなく地球に衝突し、地球は滅びます。驚いたことに NASA によれば、私たちには60秒しか残ってないそうです。地球が滅亡するまで。今自分でなんて言った？私は60秒しか生きれない。これが私の最初で最後の放送なのか。マジかよ、こんなことがなぜ私に。もう放送なんかどうでもいい。あ、さっきと同じパターンだね。すべて滅びてしまえ。ウィー。さあ、これは何すればいいんだ。おい、冗談だろう。さあ、これの正解、これも多分 VR なんだよね。なんでパンチはしない、パンチはしない。うわー、パンチ、心だって、心ないわ。あ、なるほどね。これは正当なパンチだもんね。正当防衛みたいな。オッケー。レベルアップしさささ使用できるだって。おお、待って、待って、もういけない。いや、これ、多分このアナウンサーのレベルを上げてくんだ。次、左、左、ごめんね、君たちに、もう時間ないからね。左ってこの三連釘パンチ、これが役立つ時が来るんだ。オッケー。いいよ。はい、三連釘パンチ。いやー、お、これも、おつき、おつきだけでも助けて、おつきだけでも、ごめん、来た。いいんじゃない？あー、誰かいる、誰か、これおつきじゃない？何？よし、早く、時間ない、時間ないって、早く。え？隕石検出達成。はあ、地球を救おうとしている僕を傷つけると。あ、これ私だね。お前は悪魔だ。死んで地獄へ行け、この変態クソ野郎。このクソ野郎強すぎる、勝てない。いや、こうして終わるのか。頑張れ。何これ。何これ、誰から頑張れ。お前ならできる。ん、なんだこの頭の声は。一方地球では、殺せ殺せ。え、誰に言ってんのこれ。行け、変態アナウンサー、お願いだから。あいつやっつけ。お月のに味方多いじゃん。
隣の人の声がうるさくて殺しちまった。もし地球が滅びなければ私の人生は終わり。なるほどね。みんな60秒しかないから悪いことしたんだ。だからもう戻れないんだ。だからもう地球が終わってほしいんだ。なんだそりゃ。そうだ、お前ならできる。私の裸を YouTube に晒すよりかは。いや、みんな裸も YouTube にアップしてんだね、スパチャもらうために。いや、汚いっち。地球は滅びた方がいい。みんな私と同じ状況に置かれている。応援ありがとう。この私の中からみなぎっていた力は何だ。みんなの力、みんなの力が私に送られてきているのか。うわあ、この力でなんとかできる。あいつをぶっ飛ばすことができる。私の体の決意がみなぎっている。必殺なんだ。なんか私の目に似てるな。欲望パンチ。これ何なの。パリーン。成功だ。やつと核兵器を爆破させた。おいおい、お前を信じてたぞ、クソ。おお、な、逆にハッピーエンドみたいな。それが人類の最後だった。いや、なんじゃこりゃ。いや、私お金出してこれ見たかったね。みんな何もしないで見たね。これどうなる。これはあれなんだね、 VR。60秒経ちました。私たちはみんな一緒に死ぬのです。したいことをすべてやった後悔はない。皆さん、政府はまだ何もやっていませんが、驚きのニュースです。若い男性が地球を救うため隕石の方これ私じゃん、これ。私、人類救ってみたいになってんじゃん、YouTube のタイトル。何、地球を救うため、なんてこった。どけ。僕は地球を救うのだ。うおー。成功だ、やっと核兵器を隕石の方向に。あ、なるほどね。こっち最初に見た方が良かったね。人類全てが私を尊敬するだろう。多分僕の銅像を建てるかもしれない。ありがとう、みんな僕を覚えてて。やめろー。わあ、地球本当に救ってる。あ、再生数すごい。1億千万上100万千万1億再生。うわ、やっぱ世界救ってみたわ。行くよ1億再生。そのようにして私の60秒間の裸踊りはネット上に上げられた。あ、すげえ。地球救ってみた時はこの裸踊り。そして1000万、あ、1000万1億じゃなかったっけ。1000万再生を突破した。ん、なんだ。お、これから誰も知らない遥か遠くの島で寂しい人生を過ごさなきゃいけない。もちろんここで私のことを誰も知らない。私は全て忘れて新しい人生を始めるのだ。あれは島原住人か。は、ハロー。マジかよ、 YouTube のあの変態アナウンサーだ。あ、もう有名や、世界中で人気になったんだ。こうやってだったっけ、こんな感じ。クソ、僕クソ、 Google、 すげえ、 Google の悪口やめろバカ。 Google は神様。